一郎とスパーするからにはある程度のことは覚悟してくれ。分かってるつもりです。あの動き全てが参考になるぜ。そしてそれを吸収できた時、マシマのフリッカーも封じ込めるはずだ。早速ご教授願うぜ。フリッカー対策をよ。フリッカー、これですか。はい。まずそれを知ってもらいましょう。俺の欠点だと。はい。けど同じアウトボクサー同士、ある程度の予測はできる。やばい。 お